シャルル・アルフォンス・デュ・フレノワは、フランスの画家、著述家である。絵画に関するラテン語の詩、ガロン、デアルテ・グラフィカの著者として知られる。パリで、薬剤師の息子に生まれた。医療に関する仕事の訓練を受け、ラテン語、ギリシャ語を学んだが、美術の道に進んだ。パリで、イタリアで学んできた画家のフランソワ・オアペリエやシモン・ブーエに、学んだ。21歳になった時に、 仕事の当てのないままローマに修行に出て遺跡や建物を描いた。2年間ローマで暮らした後、ブーエの下で一緒に学んだピエール・ミニャールがローマに修行に来たことによって、ミニャールの援助で仕事が得られるようになった。ラファエロや古典を研究し、1653年からにベネツィアに移り、1656年にパリに戻った。フランスでは、 男子以上の装飾画を描いたとされる。脳卒中を起こしパリ近くで没した。絵画に関するデュフレノワのラテン語の詩、ガロン、デアルテグラフィカは、イタリア滞在中に執筆され、ピエール・ミニャールによって出版された。1668年に、ロジェ・ド・ピルによってフランス語に翻訳されたのをはじめ、いくつかの言語に翻訳され、17世紀、18世紀の 画家に影響を与えた。英語にはジョン・ドライデンが翻訳した。イギリスの画家のジョシュア・アレノルズが注釈を加えて出版されたりした。ありがとうございます。